中心性、小液性、脈絡網膜症の続報、新しい眼科になって2回目の診察に行ってきました。前回の診察から少し良くなっていると言われました。今までの眼科では、名前を呼ばれるまでに2時間ぐらいかかっていたので、待ち時間ずっと寝ていました。名前を呼ばれて起きてすぐに、目がぼやけた状態で視力検査をするので、普段なら見えるものが見えないことが何度もありました。 そのため、その視力検査の結果を見て、また悪くなっていると判断されていました。感覚的には良くなってきているのに悪くなっていると判断され、何度も通わされお金を奪われてきました。つい最近、地元の科会員が、診療報酬を不正に請求して保健医療機関の指定を取り消されました。以前通っていた眼科も、診療報酬目当てで何度も通わせるために、 悪くなっていると嘘をついていたのかもしれません。とにかく眼科を変更して良かったです。